こんにちは、タです。アリスタ・クジョンの浜子です。コッシーです。今日はラージボールなら2対1でも勝てる説を検証したいと思います。2対1っていうのはダブルスで2対1じゃなくて、お互いどっちが打ってもいい状態で試合して、僕はもう全面ひたすら拾わなきゃいけないっていう状態でも勝てる説っていうのを検証したいと思います。負けません。お願いします。負けません。お願いします。ちょっと待って、これで最初難しいよ。あ、ダブルスに逃げちゃう。Is it?